お待たせいたしました。株式会社イエルの中野でございます。よろしくお願いいたします。で、本日は、当社の決算説明会に、ご参加いただきまして、ありがとうございます。で、この資料をもとにですね、説明を進めさせていただきたいと思います。今回の決算説明会ではですね、多くの、皆様にご参加いただいているということもありまして、何度か当社の決算説明会に ご参加されたことのある投資家様も、いらっしゃれば、初めて当社の決算説明会にご参加いただく投資家様もいらっしゃるということですので、まずは、当社の会社概要およびビジネスモデルを簡単に説明をさせていただき、次に第一四半期の決算の概要についてご説明をさせていただきたいと思います。当社はですね、2012年6月に起業いたしまして、10年後の2022年にの9月にですね、上場をさせていただきました。で、本社は大阪で77名の、少数精鋭の組織で、社員の5人中4人が 自社株を保有する株主ということになっておりまして、この経営感覚を共有するメンバーが企画、開発、それから運用の、既存事業を行って、新たな挑戦への研究開発を、日夜進めているという、体制をとっております。で、我々が展開しているすべての事業は、お客様の成長が当社の利益につながるビジネスモデルというふうになっておりまして、現在の主なサービスは、在宅医療の要である訪問看護ステーション向けの電子カルテを中心としたクラウド事業と、そのサービスを活用した完全リモートの、クラウド BPO 事業というふうになっております。ビジネスを考える上で、我々が非常に重要としている、ミッションになるんですが、これ、人を幸せにするということを経営理念として持っております。人に喜ばれ、人に役に立ち、お客様の売上に貢献できる、このことだけをしっかり考えてサービスを提供して、自信を持って常にお客様と接することができるように、ビジネスモデルを常に構築しているという状況になっています。最近ではですね、ネットでレセプトシステムと料金を比較されたりとか、他社と比べていただくこともかなり増えてきた状況です。一つ一つの積み上げで、形作ってきた我々のサービスも、やビジネスモデルは唯一無二のものになるというふうに確信をしております。我々は在宅医療への新しい価値の創造を行い、未開拓領域への本物のサービスを通じて人を幸せにすること、このことを実現し続けてまいります。で、人を幸せにするミッションのもと、熱い思いと信念を持ってこの事業に取り組む、経営メンバーとしてですね、これは全社員になるんですが、この株主総会ですね、これもちょっと余談になるんですけども、2023年よりスタートいたしまして、我々、すでにもう80%以上の従業員が、参画しているという状況です。ですので、全員が経営者の感覚を共有できているというふうな組織になっているというふうに感じております。で、我々この経営メンバーとしましては、私中野と、事業責任者として常務、取締役の北村、それからプロダクトの方ですね、開発の責任者を務める、取締役の浦吉、そしてこの2024年3月から、社外取締役に就任しました松下というふうになっております。当社のことをよくご存知の方は何度も、お聞きになられているというふうに、思うのですが、ここでサービスの概要と特徴をご説明をしたいと思います。当社が提供している訪問看護専用電子カルテのこの相棒ですね、これ、あなたの相棒になりますという意味になるんですが、我々の事業の基盤となっているクラウドシステムになりまして、患者の情報であったりとか、医療従事者が、ケアに当たった、その時訪問するときに持っていくので、その時にケアに当たったその身体的な、情報であったりとか、精神的な情報ですね。いわゆる訪問看護に必要な情報をそこで記録をする、在宅での、療養の経過の情報などを記録し、そしてその閲覧もすることができると、ここ非常に重要なポイントです。で、厚生、労働省が定めているですね、電子カルテのガイドラインに沿って、開発しておりまして、タブレット、それからスマホで、PC、Android でも、Apple でも、どの機種でも利用できるように、作っていると、非常にしかもセキュアな環境で提供しているというシステムになっております。また国内のリージョンの限定クラウドサーバーで運用しておりますので、大切な
医療情報が、なくなることが決してないような万全なバックアップ体制およびそのセキュリティ性も担保しながら運用しているというシステムになっております。で、IVO は直接利用するのは患者様だけではなくて看護師ですね、訪問看護師で、訪問先や、事業所など場所や時間を選ばず、いつでも24時間いつでも利用ができるというサービスになっています。で、IVO をご利用いただいている今現状ですね、アクティブなユーザー様は、昨年の末時点、いわゆる12月の時点での末の段階で、全国47都道府県で4万4000人以上の看護師様、それから20万人以上の在宅患者様を支えている状況で、月間140万件以上のこの慢性期医療のデータを、蓄積をし続けているという状況になっております。はい、それではここで日本における医療の領域とデータの性質について少しご説明したいと思います。我々の事業を知っていただくにはですね、まずちょっとここを押さえていただく、これは皆様にも、いずれ関係してくる可能性もある部分になります。これはですね、この図の左から、右に人の一生を表しておりまして、医療の領域をこの検診予防、急性期医療、慢性期医療、終末期医療と、この大きく4つにのこの矢印で、この下分けております。で、この図の左手の急性期医療はですね、これ手術などの病院でのみ行える医療になりまして、ここで発生する情報は、いわゆるこの急性期医療ですね、この矢印の左から2個目の急性期医療のところで発生する情報というのは、短期的で瞬間的な、手術とかになりますので、そういった情報になります。一方で、このピンクの領域ですね、右手の慢性期医療と終末期医療のここの領域というのは、この急性期が終わって、これまではその病院で完結していたと。病院の中で急性期が終わっても、慢性期も、いわゆる終末期も病院の中で完結していたんですが、これからこの在宅に、手術が終わればもう自宅で療養するという体制になりますので、ここで慢性期医療がこの分かれてこの表示していると、この4つの領域に表示させているということになるんですが、この慢性期医療ですね、これは手術が終わって自宅に帰されて、で、訪問を受けて療養を行うと。つまり、慢性期医療は病院から在宅にシフトし、これからですね、この領域の医療情報は、の特性としては、長期的で継続的な、データという特性があります。この急性期に比べて、非常に長く、継続的な情報を蓄積していくのがすごく特徴になっているということになっています。で、訪問看護はですね、このピンクの慢性期医療、この、右側のこの2つの矢印の領域で、中心的な役割を担っているというのが、この医療従事者である訪問看護の仕事になっています。で、この後ろの薄いグラフにのように、右側にどん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 上がっていってるグラフがですね、これは少子高齢化が加速度的に、進行しているこの日本ですね、世界一の高齢者大国である日本が、2025年問題を経て、またさらに加速していくと。で、2070年までこれ改善されることがないというふうに今試算されてますが、そういった、日本あのおける日本の領域がそのようになっていく中で、慢性期医療が今後加速度的に増えていくと。すなわちこれはイコール情報も、長期的で継続的な医療情報も加速度的にそれだけ増えていくという状況になってくるということになっております。はい。で、続きまして、こちらは厚生労働省が考えた図ですね、出している図になるんですが、慢性期医療を自宅で行うには、この図の医療と介護の連携、これが欠かせないということが言われております、示されております、こちらの方で。で、各職種の専門性の違いなどがあります。全国各地でまだ実現できていないと、違いがあるので、医療と介護の違いというのがかなり大きくあるので、なかなか実現できていないというのが今の現状になっています。で、これ、例を出しますと、例えばヘルパーさんが行うのは、電球を変えたとか、シーツを変えたというふうな、情報を、例えばこの医療の連携する先の、中核病院のドクターなんかが、患者さんが運ばれてきて、それをじゃあ情報として得たとしても、ドクターからするとあまり意味がないという状況になっています。逆もしかりで、ドクターが例えばヘルパーさんに、診断や、
治療の内容などを説明してもですね、訪問介護さんっていうのは、ヘルパーさんっていうのは、生活援助というのがまあ主な業務になってますので、生活援助にどういうふうに必要なのかがわからないというふうなケースも、ございます。もちろんこれ、在宅で訪問看護だけが唯一、医療保険と介護保険と両方を扱っているという性質がありますので、この両方を分かる訪問看護が介在することで、初めてスムーズな連携が実現するということになっております。なので、ここに随所に訪問看護というふうに書かれているんですね。だから、訪問看護がこの慢性医療の中心的な役割を担っているんだというふうなご説明というふうになっております。で、もちろん医療と介護の制度が複雑に絡むので、これが全てのケースではないんですが、訪問看護は慢性期医療の中心的な役割を担っているということが、これでお分かりいただけたかと思います。はい。で、実際ですね、慢性期医療の中心的役割を担う訪問看護ステーションの数ですね、これは我々起業しました。冒頭にも2012年に起業しましたというふうに申し上げましたが、それまで10年間、その2012年までの10年間っていうのは、まあ、5000件を行ったり来たりしていたと。むしろ減っているタイミングでした。当時、私が起業したときは。なので、この減っているタイミングで、まあ、少子高齢化が、で、在宅ニーズが高まってですね、今後、訪問看護は必ず増えていくということを確信をしたというのが当時の状況でございます。なので、この10年間で実際、ステーションの数はですね、3倍に増えて、おりますが、まあ、訪問看護は深刻な、看護師不足の状況が実は続いております。なので、ステーションはどんどん増えては、言っているんですが、まあ、実際問題、看護師さんはやっぱり足りていないという状況になっています。なので、まあ、業務を効率化してですね、我々システムを提供することで、本当にその業務の効率化を図りつつ、看護師さんの生産性を向上させること、このことが非常に重要だというふうに考えております。はい。まあ、続いて、ビジネスモデルについてのお話とさせていただきたいと思います。で、こちらの相棒はですね、我々のこの相棒は SaaS という、まあ、データセンターからの、いわゆる、システムの提供をしているということで、これは当たり前の、この実はよくある ID 課金っていうのがあるんですね。この業界では大体イニシャルって言って最初に、そのシステムの購入代金に、あとは毎月月 ID に対して課金をしていくというふうなことが、まあ、基本的な、まあ、料金体系っていうふうになっているんですが、我々基本料金と重量課金のサブスクリプションモデル、このことがこれまでになかった料金体系、この大きな特徴、この部分が大きな特徴になっています。こちら、右の図のようにですね、訪問看護ステーションは、患者宅に1回訪問するごとに、先ほど言っていた医療保険と介護保険、この両方から8500円が支払われると、まあ、9000、8500円から9000円ぐらい払われるんですが、訪問件数が少なければ、これがそのまま損益分岐点に直結しますので、いわゆるステーションの損益分岐点というのが独立採算がありますので、そこに超えなければ、やっぱり経営上、まあ、経営が継続できないというふうな問題に直面しますので、まあ、経営上、何件訪問するのかが非常に重要になるということが、すごくまあ、分かりやすい KPI になっているという状況です。で、訪問看護は看護師1人が月に約100回訪問するとですね、150枚ほどの書類を作成します。しております。手書きで今まで作っていたということですが、訪問以外にたくさんの時間がかかっているということなんですね、これは言い換えると。なので、相棒はこの訪問看護の日々の業務を効率化をして、これまで手書き、例えば手書きをされていた記録の作成の部分、書類の業務であったりとか、書類作成の業務であったりとか、情報共有などにかかっていた時間をなくして、ステーションへの立ち寄りが、まあ、不要になったりとか。そのまま共有できますので、出先で共有できるので、例えば、直行直帰ですね、自分のご自宅からステーションに寄ることなく、患者の宅にどんどん回って、まあ、最後、自分の家に帰る、あるいはステーションに行くのもいいんですけども、まあ、そういった、とにかく時間を徹底的に効率化をするということで、先ほどから申し上げている不足している看護師さんの、少ない看護師さん、今の状態の看護師さんのまま効率化を上げることで、患者さんのカバー率を増やしていきたいと。いうふうに考えているという状況になります。なので、この相棒ですね、料金体系になるんですが、これは月額1万8000円の基本料金と、1訪問ごとに100円をいただく重量課金ということになっています。なので、ステーションに支払われる、
1回訪問するたびに8500円から9000円ぐらいの中から100円をいただくというようなビジネスモデルになってまして、このことは、今先ほどから言っている、本気でしっかりと時間を空けていただけるようなシステム、まあ、よくあるなんかシステムやシステムだと言っても、なんか使いづらいとか、そういったことではなくて、本当に、その効率化が図れるような、まあ、システムでもありますし、そのサービスとして提供していると。まあ、ここがまあ我々本当の強みだというふうに考えております。ですので、まあ、この、先ほどから言っている1万8000円と、まあ、100円1回訪問するたびに、ステーションさんに入ってくる8500円、9000円の中から100円をいただいているということになっておりまして、まあ、相棒は誰でも簡単に伝えて、業務の効率化を考えて、徹底的に追求した UI、UX で、長く使えば使うほど、ステーションさんの生産性が向上し、訪問件数が伸びて、ステーションさんの売り上げが上がると同時に、我々の1訪問100円もお客様と共に、まあ増えていくというふうな、お客さんと共に成長していくビジネスモデルになっているということになっております。で、これらの図でですね、他社のシステムとの違いも踏まえて、こちらの図で説明したいと思います。で、これまで今ご説明していた相棒の、まあ、いわゆるどういうふうな状態なのか、まあ、システムってどういうものなのかっていうご説明になるんですが、まあ、これまで訪問看護といえばですね、訪問看護の業界のシステムといえば、まあ、今でもそうなんですけども、このレセプト請求システムって、この右側に1日から10日、これ一番上側の左から右に時間軸になってます。なので、月末迎えて締めたら、1日から10日、この間に保険の、先ほど言ってた保険請求をするためにレセプトというのを行います。これがもう日本全国で行われている、一斉に行われていることになるんですが、この、まあ、いわゆるレセプトを行うときに必要となるレセプト請求システム、このレセプト請求システムが皆さんの主戦場になっています。で、これは今もそうなんですが、もともとは介護の、レセプト請求システムの、まあ、多分訪問看護が一文字違いなので、なんか介護の、保険請求ができているので、じゃあ訪問看護もついでにできるんじゃないかみたいなことで、おそらくは始められたんではないかなというふうに、まあ、聞いているんですが、まあ、そういったもので始められているという状況になっています。まあ、もうちょっと言うと、このレセプト請求システムから皆さん作られているんですね。でも、我々のこの相棒はですね、実はこの左側にある日々の業務、1月、まあ、月末って書いてるこの矢印の一番左側のブルーオーシャンの部分ですね、この電子カルテ、これまでは手書きをされていた、皆さん手書きでされていた、この領域を我々は電子化をまずしたいというのが、この相棒の、一番の、まあ、重要なことだと。で、これはなぜなのかっていうと、まあ、当然、日々の業務を助けていくということにもなるんですが、ここからいわゆる先ほど冒頭にもご説明した慢性期医療、ピンク色の先ほどお伝えしたピンク色の領域のデータを、まあ、我々が、しっかりと医療データとして、データ化していくということにもつながりますので、まあ、この領域をまずは始めたと。で、レセプト請求システムは作らずにですね、まずはこの電子カルテ、この手書きの部分、CRM って書いてますけど、このブルーの部分を、まあ、これまで粛々と作ってきたというのが、この相棒、この eWell の、始まりになっております。で、この中からですね、今現在では、まあ、最初、このレセプトを作っていなかったので、この相棒電子カルテ、我々の作っていた相棒電子カルテと、まあ、他社のたくさんあるこの、レセプト請求システムさんとの連携をしておりまして、今でも約17%程度はこの連携の仕組みで提供しているという状況になっておりまして、で、我々このレセプトは作らないということで連携してきたんですが、今から約3年ほど前に、相棒レセプトというものを我々も開発いたしました。で、これ当然我々が作る後から作っているレセプトですので、どういうふうな仕組みにしているかというと、まあ、分かりやすく比べると、このレセプト請求システム、他社のレセプト請求システムと、この相棒レセプトの違いはですね、日々やっていることがそのままレセプト請求につながっておりますので、ここに人が介在しない、要するに人がいちいちこの日々やったことを打ち替えない、そのまま連携して、シームレスに連携できているというところが特徴になってますので、まあ、まあ、平たく言うと、その入力する画面がまあないと言った方が分かりやすいのかなと思うんですが、まあ、入力することがない、そのままデータでが自動的に連携しますので、まあ、他社のレセプト請求システムだと、入力する画面が必ずあります。
1日から使うので。でも我々の方はそれが使う必要がないというのが特徴と言えるのかなというふうに考えております。ちなみに今現状、先ほど言っていた、ごめんなさい、15%が今この連携の仕組みで、使っていただいて、残りの85%がもうすでにこの相棒レセプトの利用ユーザーということになっております。で、こちらのスライドですね、これはイーベルの競争優先について、先ほどのちょっとページとも被る部分があるんですが、さらにもう少し俯瞰して、この競争優勢、大きく3つあるというふうに考えておりますので、ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。まず1つ目なんですが、訪問看護の領域にワンストップでステーション運営の効率化というソリューションを提供しているというところになります。で、電子カルテの相棒はですね、この基幹システムに据えて、相棒と完全連動しているレセプト請求システム、先ほどご説明したレセプト請求システムのこの相棒レセプトで、レセプト請求に関する人員不足を補う、これはステーションの話ですが、ステーションさんで、例えば事務員さんがレセプトを行っているとしたら、その専用の事務員さんが辞められたりとか、おられないとかってなった時に、困られるので、そういった時に、我々のサービス使っていただけるような BPO のサービスとなっております、相棒事務管理代行サービスを、展開しております。で、これはステーションの、あとそうですね、ステーションの勤怠の管理に特化したシステムとしては、この相棒勤怠というものを2024年より義務付けられた法定研修に関わる e ラーニングサービスである相棒 e キャンパス訪問看護法定研修編というものも合わせて提供しているという状況になっています。なので、相棒勤怠、それから2024年より義務化された e ラーニングサービスである相棒 e キャンパスの訪問看護法定研修編というもの、これらを提供していると、リリースしているということになっています。で、これはですね、すべて訪問看護の課題に特化したサービス群を多数展開しているというのが、当社の強みでもあるということになっております。で、2つ目ですが、当社の相棒、この訪問看護に特化した業務支援の電子カルテを強みとしておりますので、他社様が介護業界向けにレセプトから波及させて、訪問看護のプロダクトを作り込んでいるシステムとは、訪問看護業務における生産効率やガバナンスにおける考え方が完全に異なってますので、例としましては、他社は入力項目は先ほども申し上げた通り、介護と共通になっているものが多いです。なので、実は訪問看護って介護とは全然違う、やってることは違うんですが、なぜか入力する画面はどうしてもやっぱりこれを運用しているので、入力する画面が同じであったりとか、そういったことが実際問題、現場で起きている。で、非常に使いづらく、なってしまっている部分もあるというところを、私はこの会社を始めた時のきっかけでもあるので、そういったことが実際に今でも起こっているということになります。なので、我々のこの相棒ではですね、そういったことを一切、改善するというところで、専用で作っていることに加えまして、これ、ステーションごとに入力する内容であったりとか、訪問看護に特化したシステムとして作っておりますので、現場の方に効率よくご利用いただけるように、システムを作り込んでおります。もちろん、例えばカスタマイズとかしたい場合なんかでも、普通だったらカスタマイズ費用みたいなのをいただいてやると思うんですが、この相棒の我々提供しているものは、現場でその設定なんかも自由に組み替えることができますので、看護師さんだけではなく、例えば訪問看護って法人がやってますので、その経営者さんであったりとか、看護師さんはもちろんのこと、現場に出ている看護師さんもそうですが、事務員さんであったりとか、そういった訪問看護に関係される方々専用の画面に、まず、自由に、まず設計ができる、いわゆる設定ができるというふうな特徴がございます。なので、非常に使いやすい、効率的なシステムを、提供できているというふうに考えておりますので、これは例えば正しくですね、事業の利益を追求されたい事業者様で、より一人一人の業務効率を向上させたい事業者さんなんかは、ガバナンスの強化も含めて、これはガバナンスの強化はなぜかというと、誤った入力や不正の入力システムで統制したいというふうな部分を意識されている事業所に多く採用されているというのが、弊社の特徴になっております。はい。で、3つ目、ちょっと長くなりました。すみません。蓄積されました、
慢性期医療データを活用している点ということになります。で、例えばこれ4月、この間リリースをいたしました AI の訪問看護計画ですね、はリリース当初から相棒内に、まあ、我々の中で蓄積している日々の利用者情報であったりとか、訪問看護計画書などさまざまなデータを、総合分析し、生成 AI を活用してワンクリックで訪問看護計画書を作成するサービスというふうになっております。で、これはもうリリースしてまだ1ヶ月経っていないんですが、レセプト請求データだけではなく、電子カルテ領域においてデータを蓄積してまいりました、この相棒にしかできないサービスであるというふうに考えておりまして、これ現在ですね、毎月4万人以上の看護師の方が相棒を活用していただいておりまして、もうすでに1万件以上もご利用いただいているというのが特徴になっています。もうすでに1万件ご利用いただいていると状況です。はい、で、これらは事業計画について、ここからですね、ごめんなさい、事業計画についてのお話になります。で、中長期的なビジョンとしましては、在宅医療のプラットフォーマーとしてのさらなる進化ということになります。で、これ我々社会課題でもある2025年問題のこの解決を目指してですね、28兆円の巨大な在宅医療市場で貢献していきたいというふうに考えております。で、また中期経営計画を更新して、事業基盤の強化を図りながら、高成長、高収益モデルでビジョンの実現をこれから目指していきたいというふうに考えております。で、これはですね、訪問看護という、まあ、先ほどから言っている在宅医療、慢性期医療の領域の中心的な、役割を担っていると、これ、厚生労働省が言っていることでもあるんですが、まあ、その役割を担っている訪問看護の領域の医療データをしっかりとデータ化していくことで、まあ、このような役割が自動的にできるのではないかというふうに考えているというのが、我々が、今、私が説明していることになります。で、我々は間近に迫る2015年問題など、事業環境の変化を的確に捉えて、中長期的に、な計画に基づいてですね、中長期的、成長戦略を、推進し、まあ、進めるべく、2025年の12月期までを基盤強化期間というふうに設定をしております。この中長期的な成長基盤構築のための準備期間に、2025年問題に対応することができる事業運営体制と、在宅医療のプラットフォーマーとしてのさらなる進化のための経営基盤をこれから構築していくというふうに考えております。すでにもデータがあるというところは、かなり優位にあるんではないかなというふうに考えております。成長戦略としましては、データとテクノロジーを組み合わせたマルチプロダクト戦略を基本としておりまして、従来よりスピードを上げて連続的に新規プロダクトをリリースすることで、さらなる成長の実現に取り組んでいきたいというふうに考えております。また、相棒の売上高を成長させつつ、現状20%以下であるアップセル、クロスセルの構成比を2026年度には30%以上にしていきたいというふうに考えております。で、プロダクトの戦略としましては、在宅療養における主要領域を起点とした開発を続けており、中計の期間ではすでに今期予定通り4月にリリースした、先ほどもご説明した AI の訪問看護計画に続いて、これまで相棒が蓄積したデータや生成 AI を活用したプロダクトも計画通り今のところリリース予定をしております。これも順調に開発が進んでいるということになっております。で、数値の目標としましては、売上高を2024年25億6千万円、2025年33億4200万円、2026年41億7700万円としまして、 CAGR 26.4%の成長を計画としており、営業と開発部門への投資を強化することで、高い水準で営業利益率を維持しつつ、売上高の成長を加速させていきたいというふうに考えております。はい、で、主要な KPI の目標としましてはですね、契約数は順調に増加しておりまして、2026年に3944件、解約率は定位安定する計画にしております。で、また、顧客単価は BPO の伸びに加え、新サービス群のアップセルによる相棒単価の伸びも計画しておりますので、毎期平均プラス9.2%の成長を見込んでいるという計画になっております。はい、ではですね、次に第1四半期の決算ハイライトとトピックスについてになります。で、まずはこちら、2024年12月期第1四半期のハイライト3点についてお話ししたいと思います。
で、1点目ですね、売上高、営業利益ともに、当初予定以上で着地をいたしました。売上高は昨年同期比 23.4% プラスの5億7400万円となりました。で、営業利益率については 40.7% と、前年同期比よりマイナス 7.1 ポイントというふうになっておりますが、これは2024年の成長戦略の計画上をですね、上期に人材採用を強化し、今年度から事業成長を促進するための組織体制に力を入れるというふうになっており、まあ、そういうふうに力を入れるということになっているためになります。なので、前年同期は人材の純増がゼロだったために、労務費が増加していなかったということがあります。で、今期はですね、こちらの、上昇で、まあ、いわゆる採用がうまくいっているので、営業利益率は前年同期よりも、マイナス 7.1% となっているというのが主たる要因になっております。で、業績予想に対する進捗はですね、売上高、営業利益ともに計画に対して想定以上の進捗で推移しているという状況です。で、2点目です。新規契約が四半期で過去最高の160件を獲得いたしました。で、2024年6月に、施行される、今年ですね、施行される診療報酬と介護報酬のダブル法改正というのがあるんですが、ダブル改定になるんですが、在宅医療市場全体の DX 化が進んでいることも、まあ、後押しとなっておりまして、国の方針と我々のプロダクト、当社の我々のプロダクトやサービスが一致して、市場全体への影響をもたらしているということと考えております。で、また月次平均解約率はですね、0.15% と、まあ、前年通り、低い水準で定員安定しているという状況です。で、3点目は人材採用と組織力の強化、前倒しで進捗しておりまして、これは1級末時点、従業員数は77名、前期末よりもプラス10名というふうになっております。で、2024年の計画上はですね、12月末時点で従業員数を89名の前期末よりプラス22名と、あと10名、あと12名ですね、と計画しており、その、まあ、半数ですね、程度を第一四半期、この第一四半期で獲得することができたということになっています。で、これはコーポレートサイトのリニューアルであったりとか、ダイレクトリクルーティングであったりとか、もうこの辺をしっかりとした結果、まあ、情報開示も速やかにした結果であるというふうに考えているという状況です。で、また従業員に対するですね、持ち株会への、奨励金制度や、部長職経験3年以上を対象にですね、RS を実施することで、会社の成長とリンクする制度に対して、この既存社員へのが共感を得ることで、個人の努力と、それから成長マインドを自発的に醸成できる制度というふうにいたしました。で、またこれまでの取り組みは、意識の高い人材獲得につながるものと捉えております。なので、以上が、まあ、2024年12月期末、第一四半期のハイライトということになっております。で、続いて2024年12月期第一四半期のトピックス3点についてになります。1点目ですね、これ、在宅医療、マクロ環境についてになりますが、2024年の診療報酬、介護報酬、まあ、今年のダブル法改定にて、訪問看護業界はプラスの改定というふうになりました。で、今回の国の方針として大きく打ち出されているのは、多様性と24時間途切れのない対応をしてくださいということと、あと BCP 策定と、虐待防止のこの3点になります。で、評価のポイントというふうになっているんですが、今回今申し上げた3つの評価ポイントは非常に重要なので、ちょっと詳しく説明したいんですが、まず多様性についてになります。で、この多様性は、訪問看護は生まれたばかりの、乳幼児ですね、から、週末期までの、まあ、亡くなる直前までの患者さん、すべての方が実は対象となっています。65歳以上とかではなくてですね、もう全領域の方が対象になってますので、でその対象になりながら医療サービスになります。で、この対象者の中にはですね、約2万件とされている病気の種類に該当する患者様がおられたりとか、在宅はそれにプラスをしてですね、そのいわゆるたくさんある疾患にの患者さんがおられる中で、しかも自宅で療養しているということですので、各患者の個人ごとの住まいの状況であったりとか、家族の状況、あと経済的な状況など、パーソナルな、まあ、状況がかなり含まれているということになりますので、誰一人として同じ状態と状況の人など、まあ、存在しないのではというふうに考えられるほど、
患者の多様性にあふれていると、このことを多様性ということに言っております。今までのようにさまざまな病気に対応していくのは、病院となっていた際にはですね、患者や家族などのパーソナルな状況は、まあ、あまり加味しなくてもよかったのですが、社会保障費を守るために、まあ、いわゆるセーブしていくために、病気や、ごめんなさい、治療や病院ですねは安定した患者はもうこれから自宅で過ごしてくださいということで冒頭の説明になっているんですが、自宅で過ごす、でそのためには訪問看護ステーションなどをはじめとする在宅医療に託していくという国の強い決意、まあ、大きな方針を今後も勢いを増していくというふうに考えられるというのが、まあ、今回のダブル法改定でも浮き彫りになったというふうなことが言えます。で、日本はですね、国民皆保険という素晴らしい制度を、まあ、保有している国である以上、この患者の多様性に対応していくことを評価してですね、国は評価していると。で、求めているのが今回の診療介護報酬改定の中で打ち出されているということになっております。で、次に24時間の途切れのない対応についてになりますが、これ今でもですね、24時間対応を行う訪問看護ステーションにはもうすでに加算がついています。ただ、この加算にさらに追加して、今回規制の緩和と加算金額の上昇というのがありました。さらに上積みされたということですね。だから24時間の対応とは、病院に入院している時はベッドサイドにナースコールな、などがあってですね、24時間いつでも駆けつけてくれる看護師が病院にはいたんですが、在宅になると、この駆けつけてくれる看護師がいてないので、それは患者さんがそのまま不安に感じると、安心感を損なうことになります。それを在宅でも実現するためのものが、この在宅でのナースコールというものになるのが、今回のこの加算の追加の部分になるということです。なので、今回はこの24時間単位について、規制の緩和と評価を上げることにより、今まで以上に訪問看護ステーションにこの役割になってほしいというのが、国からのメッセージとして受け取れるということです。イコール、これからも病院での治療は早期に終わらせ、先ほど言っていた急性期医療も病院で終わらせて、慢性期医療に、まあ、いわゆる手術が終わったら、まあ、早期に自宅で療養すると、経過観察と、療養の過程を在宅で移行していくというのが裏付けというふうになっております。で、最後にですね、この BCP 策定と、虐待防止についてですが、これはですね、体制を取れていない訪問看護ステーションは、実質的に、10% の、減産の対象になるということですので、まあ、これちゃんとやれば減産にならないということになります。この下に書いてある部分ですね。で、こちらの方は、まあ、災害大国である日本、それと2019年からコロナ蔓延などを経験した上での求めというふうになっておりますので、在宅医療の患者にとっても、これはとても必要なことであり、安心安全な国家として重要な役割であるというふうに考えられます。で、これらの求めに対応していくために、 DX 化が非常に重要だと。これ DX 化しないと、まあ、おそらくこれらの対応なかなかできないと思うんですね。だから電子カルテは、まあ、これから必須になるということが考えられます。で、電子カルテと、一括りに言われても、もう定義が不明確、国の方はあまり定義してません。電子カルテって我々、まずこの業界では、最初に言い始めたというふうに考えておりますが、まあ、先ほどからご説明をしている通り、国策に対応していくためには、在宅医療に特化した、機能を有している医療者の業務を支援できるものであることと、24時間いつでもシステムが安定して稼働し、その訪問、まあ、いわゆるシステムが、まあ、そうですね、あまりリテラシーが高くない方でも、本当に使える、ちゃんとその現場でも使えるような、ものにしておくこと、これに加えて、患者情報を守るために、これらを安心安全に運用できる、これはしかも運用って口だけで言ってるわけではなくて、厚生労働省の基準を満たしているシステムである DX 化を行っていくことが、まあ、在宅医療全体への貢献になるというふうに我々は強く考えているということになります。はい、で、トピックス2点目はですね、これ先ほどもちょっとご説明しましたが、AI の看護計画を今年4月にリリースいたしました。で、リリース後1ヶ月も経たないうちに、まあ、この1万件突破したということになっております。で、これはですね、一応日本の AI の導入率、この職場における導入率 13.3% と、アメリカの 30.2% に比べて大きく低いということが明らかになりました。これは一般財団法人のデータサイエンティスト協会の調査によるものになりますが、
とにかく日本は非常に低い状態。で、これは実際に導入された AI を業務で今度活用している割合も、日本は6.2%と、かなり低いです。で、主要7カ国で最下位の状態になっております。で、これ特にですね、医療業界は IT への取り組みが他の産業よりも非常に遅れているということも相まって、いる中で、当社の顧客は生成 AI を業務に取り入れ、もうすでに今、我々のお客様は1万件使っているということは、もうすでに業務に取り入れられていると、非常に低い最下位でもあるにもかかわらず、我々のお客様はこの業務に取り入れて、もう実践されているということが、非常に革新的な取り組みになっているということが考えられるということです。で、顧客のインタビューもさせていただいたんですが、大変好評をいただいておりまして、看護師など、医療者の業務効率化に大いに貢献できるというふうにコメントいただいております。で、2024年の10月にの有料化、今年の10月に一応有料化しようというふうに考えているんですが、これはさらに生成 AI の元になっている当社だけが保有するデータを蓄積しておりますので、この蓄積しているデータからデータを生成していくことで、ハルシネーションなどの問題も回避しながら、さらに精度の高いものをデータとしてさらに蓄えていって、ここで PDCA 回していきますので、非常に、この AI の準備をきっちりすることで、進めていきたいというふうに考えている状況です。はい、で、これはですね、看護計画の、作成に時間がかかるというお声もありましたりとか、看護師さんの経験値や文章の作成の得手不得手などがありますので、完成度にもばらつきがこれまであったんですね、この訪問看護計画を作るというのは。かなりだから経験者で、しかも文章の作成に得意じゃないと、なかなかやっぱこれが作れなかったというような問題もあるというふうに我々認識しております。なので、これらがこの AI をの看護計画では、相棒内の先ほど申し上げたデータと、それからインターネットの方からの公開されているデータももちろん入れていきます。が、しかしそれだけだと、ハルシネーションの先ほど言った問題が起きますので、我々の蓄積しているデータからも当然生成をして、ほぼ完璧に近いデータを出していく。で、さらにこれを医療資格を持っている看護師が確認をすることで、さらに精度の高いデータに最後完成をして、これをデータに収めていく、ここを PDCA ずっと回していくことで、非常にこれからは精度の高い、偏りのない看護計画がどんどんできていくことになると。もう在宅では難しいと言われていた標準的な看護計画というものが、ひょっとしたら完成するんではないかというふうにも言われているおりますので、ここはぜひこれから見守っていただいて、期待していただけたらいいかなというふうに考えております。で、この4月から先行的に AI の看護計画を無料で提供しておりまして、今年の10月から課金開始すると申し上げましたが、この時に課金開始するのは、看護計画に加えて、報告書もこれも AI で自動作成できるように、より便利に使っていただける状態で正式な契約を開始を予定しているという状況です。で、トピックのこの3点目ですね。これはですね、NTT、これ東日本、西日本、両方になりますが、様であったりとか、リコー様、あとは江南商事様など、大手企業との協業をスタートさせることになりました。で、当社はベンチャー企業として、限られたリソースで最大限の効果を実現するために、他社との協業は必須であるというふうに考えております。常々考えています。で、これまでも考えてきました。で、この当社が保有する顧客とのつながりの強さですね。これ、我々直接、いわゆる訪問看護ステーション様と、すべてとつながっております。代理店とか使わずに今まで契約を、収めてきておりますので、このつながり、強いつながりを、しっかりと持ちつつ、維持しつつですね、医療データなど、当社の優位性と、独創性を生かしながら、すでにあるものは活用するという、創業時からの考えで、これからも多くの企業と提携を進めていきたいというふうに考えております。長くなりましたが、以上が第1四半期のトピックとなります。はい、で、まず、2024年12月期第1四半期の決算のご説明になります。2024年12月期第1四半期の業績としては、売上高は、5億7400万円で、前年同期比に対して1億800万円プラス、営業利益とともに、堅調に推移し、営業利益も当初想定以上の数値で着地をいたしました。で、業績予測に対する進捗になりますが、売上高は進捗の前期通りですね、順調な推移と進捗というふうになっております。で、当社はですね、当社の売上はですね、積み上げ型のビジネスモデルと、先ほどご説明した通りになっておりますので、
後半にかけて業績予想に対する進捗が、まあ、高くなっていくということになってますので、営業の利益については、先のハイライトでも説明をした通りの組織体制の強化のために、営業利益率が前年同期よりも低くなっていますが、これはもう業績予想の計画通りになっているということになっております。サービス別売上高の四半期ごとの推移というふうになりますが、これ上段のクラウドサービスになりますが、これ2023年12月期の第4四半期から2024年、第1四半期からの売上高の成長が、まあ、低く見えます。これは100万しか上がってないように見えますが、これは法定研修サービスの開始時期によるものです。この2023年の12月期の第4クォーターのところに入っている1800万円というのをこれ計上しておりますので、5億1000万円というふうになりましたが、今期はですね、法定研修サービスの開始、今期の今年の開始が4月と6月というふうになってますので、例えばこの1月にボンと入っていれば、それもさらに上回るような数値になっていたと思うんですが、まあ、今月は600万程度しか載せていないということもありますので、このようになっているということになっています。で、これは通年通り 2.6% の成長というふうになっております。で、この下段の方ですね、これ BPO のサービスについてですが、この2023年12月期の第4四半期から2024年の第1四半期の売上高が減少いたしました。で、これは第1四半期に社内の組織体制の変更、人材の採用と新規の教育に力を入れたためになります。この成果により、今年度上、上期の採用計画はすでに達成しておりますので、4月から新規契約開始を多くスタートして、今年度の業績に貢献していくということになっております。はい、で、次に契約ステーション数の推移というふうになります。新規獲得件数は第1四半期で160件、新規契約の獲得は昨年の139件より15%ほど成長いたしました。で、内訳としましては、新規開業の事業者が 72%、すでに訪問看護ステーションを運営している既存事業者はこれ28%と、前年同期よりも、既設の事業所の割合がプラス6%、これ非常に重要なポイントです。新規だけではなくて、既存のところ、いわゆるリプレイスしていったということになりますので、訪問看護市場への DX 化が、さらに、促進できているというふうに考えております。で、まあ、例年で言えばこの第1四半期は3月、4月に訪問看護ステーションを新規に開設する事業所が、まあ、多いんですが、新規契約数における、新規の開業事業所の比率が80%と高い時期というふうになるんですが、今年は法令の改正が4月だけではなく、6月になったため、この季節性の変化が出ていると、先ほどもちょっと申し上げました4月と6月っていうのはそういう意味になります。なので、法改正が影響していると。で、ただ昨年同様の新規開業の契約数ですね、これは109件に対して、今年度は115件と契約数は、上がっております。第1四半期は新規契約数が160件と過去最高であったことにプラスして、その内訳も非常に好調だったというふうに言えます。契約数は前年同期比17.9%増の2698件というふうになっております。また解約数は36件でしたが、まあ、過半数はこの解約の過半数ですね、半分以上が、この事業所を閉鎖されたと、ステーションの閉鎖ということになっております。続いて、顧客単価ですが、これ昨年対比で800円のマイナスという、800円なんですが、マイナスになってます。で、これはですね、顧客単価の求め方についてになるんですが、四半期会計の期間における平均月間売上高、リカーリングレベニューのみを同期間における月額平均稼働ステーション数で、割っていると算出しております。割って算出しているということになりますので、相棒のクラウド関連の顧客単価については、例年通り新規の、開業ステーションの契約が増加傾向というふうになっておりますので、既存の単価の上昇と相殺されて、ほぼ横ばいになっているというふうに見られます。だから、相棒のサービスの売上が先にご説明した通り増加しなかったため、月末の平均稼働ステーション数を、まあ、割って算出した場合は、平均単価として減少する結果というふうになっております。なので、これによって例年は相棒のクラウドサービス関連がほぼ横ばいの単価を BPO のサービスが
単価の上昇を押し上げていたのですが、今年の第1四半期においては、この BPO サービスが単価減少の大きな要因というふうになっておりました。なりました。なので、第2四半期以降はですね、BPO サービスの売上成長軌道に乗せて、単価の引き上げていきたいと、単価を引き上げていきたいというふうに考えております。はい、で、顧客満足度を計測するために必要である、解約率ですね、これはレベニュー MRR で、0.15%、SaaS のビジネスモデルにおいては非常に低い数値で、低位安定していると言えます。で、第1四半期の解約率は36件と先ほどご説明しましたが、これの約半数以上が、もう訪問看護ステーションさんの事業の、閉鎖というふうになっておりますので、先ほど、申し上げ、我々の特性上、1訪問100円でいただいている我々の特性がありますので、ほとんど、売上には影響しない、下がっている状況での解約というふうになりますので、非常に売上にはまず、あまりヒットしないというふうな状況が言えるかと思います。で、こちらはですね、営業利益の増減の要因になっています。2013年12月から、1100万円増加しております。これはですね、売上の増加で、粗利が合計7400万円増加した一方で、積極採用による先ほどから言っている人材の確保や、昨年はここの大阪の本社ですね、移転関連費用の発生など、展示会への、積極参加による広告宣伝費の増加などもありますので、販管費の方が6300万円増加しているということになっております。で、続いてサービス別の粗利の推移になります。構成費としましては、クラウドサービス比率がこれ約9割と高い水準を維持しておりまして、安定した利益創出ができていると。で、売上総利益についてはクラウドサービスが前年通期81.1%から78.9%となった要因としてましては、エンジニアの採用、我々の開発のエンジニアの採用を7名から10名に増やすことができました。また2024年ですね、法令改定、ダブル法改定、今年のダブル法改定のオンライン請求、オンライン資格確認という制度変更などに対応するために開発を進めていることと、より安全なクラウドサービスを提供するために、リージョンの追加、国内リージョンの追加の実施を行いました。いわゆるクラウドの領域ですね、これを追加を行いました。BPO サービスは前年通期で59%の売上総利益から49.8%低下をいたしましたが、これは先にも述べ、ご説明した通り、組織変更、採用と教育を進めたために、一時的に売上総利益が、低下したということになっております。で、第2四半期より売上高が成長軌道に乗れば、これらは改善する傾向というふうになっております。で、BPO サービスという特性上、労務費が原価に大きくヒットするのですが、売上総利益としては60%前後を目指して、生産性の向上にこれからも努めていきたいというふうに考えております。で、こちらは従業員数の推移になっています。ハイライトですでにもうお話をいたしましたが、今後も方針としては少数精鋭で事業の運営をしていきたいと、していくという決意でございます。で、今後のサービスの拡充を考えた上では、営業や BPO の売上にヒットする組織の拡大を計画していると。で、プラスとして、当社のサービス、拡充の基盤を作る開発人材も、今後も、今期もすでに採用を進めることができました。しかし、今後も当然、この採用については強く進めていくというところではございます。組織の増加率は過去の一番となっておりまして、今期一番多く増えたということになっておりまして、今期から開始していく連続的なサービスのリリースの基盤と組織づくりを進めているもので、大変大きく成果が出ているということが言えると思います。で、続いて2024年12月期第1四半期の対象業で、前期末との比較になります。自己資本比率は前期末から6.2ポイントプラスで77.2%と、強固な財務体質を形成できております。ご説明は以上になります。我々はミッションである人を幸せにするを体現し、すべてのステークホルダーに応援していただける企業となるよう成長し続けてまいりますので、ありがとうございました。中野社長、最後になりますが、ぜひ投資家の皆様に向けてメッセージをいただければと思います。お願いいたします。はい、ちょっと説明、少し長引いてしまいましたが、我々ですね、何度も申し上げてますが、これまで日本における医療ですね、医療っていうのは、これまで病院で完結していて、しかもこの病院で完結していた医療の情報というものは、連携されていなかったんですね、その病院にしか眠っていない、つまり活用されていなかった、そのデータがちゃんと活用されていなかったということになります。要するにその病院の中だけでは活用されていたかもしれませんが、
例えば病院から病院に移った時には、その情報がない、ドクターの紹介状というものを握りしめていくことによって、また一から診断が始まるというふうな状況が、日本全国で行われていたという状況になっています。なので、我々ここをですね、こういったいわゆる、病院での情報連携、というよりは、ここが先ほどからご説明している通り、慢性期医療っていうふうに分かれてきましたので、急性期と慢性期分かれてきましたので、この在宅医療の側でデータ連携をすることで、スムーズなデータ連携をもうすでに我々しておりますので、このデータをしっかりと活用していくような、これまで日本、国内ではちょっと実現できなかったような領域をしっかりと我々のデータを使って、実現していけたらいいなと。非常にだから、なんていうのかな、えって思われるかもしれませんが、えって思われることが我々はしっかりとこれからやっていけるというふうに考えているということですので、ここをしっかりと、伸ばしていくというふうに考えています。で、これによって、我々の収益が上がっていくということよりもですね、まずはこの利用者、我々、一般の、これから利用していく、我々この病院にかかった時だったりとか、在宅の療養を余儀なくされるような状況、これは自分だけではなくて、家族の方々がそういった状況になるかもしれません。で、そういった時の重要な役割になっている訪問看護の部分をですね、徹底的に支えていくということで、しっかりとこの役目を全うしていきたいなというふうに考えている状況です。なので、ぜひ皆さん、我々この事業、注目していただいてですね、これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日は長時間ありがとうございました。